フィギュアスケート男子で2010年バンクーバー五輪7位入賞の織田信成、36イコール大阪スケートクラブを襲ったトラブルをめぐり疑問の声が上がっている。写真、羽生譲るの演技に号泣する織田信成。22年11月に現役復帰した織田は、28日に行われた西日本選手権、広島、広新ビッグウェーブのフリーで155、45点をマーク。 27日のショートプログラム SP で61、30点の7位と出遅れながらも合計216、75点で逆転優勝を果たした。全日本選手権12月、長野に進む上位6人の枠に入ったが、日本連盟によると日本アンチドーピング機構 J a への再登録を怠っていたことから日本一決定戦への道が断たれてしまった。 j ェ d a の規定に基づく登録検査対象者リスト、RTP に名を連ねていた小田は、j ェ d a に指定されている国内競技大会、全日本選手権などに出場する意思がある場合、6ヶ月前までに j ェ d a へ復帰届を提出した上で競技外検査を受ける必要があった。しかし、j ェ d a が小田の復帰以降を確認したのは7月だったため、全日本選手権までに間に合わなかった。 今回の件を受け、日本連盟は、小田選手は2013年末の引退から復帰までに長いブランクがありました。そのために上記届出を履行できなかったものですが、連盟として小田選手に対し、競技復帰の手続きに関する適切なサポートができなかったことは、申し訳なく遺憾に思います。などとコメント。あるフィギュア関係者は、これはさすがにかわいそう。 連盟もちゃんと管理しないといけない、と語るなど、ファンからも連盟の対応に批判が相次いでいる。まさかの事態に巻き込まれた小田は、全日本に出場できないのは僕としても非常に残念。最近まで何とか出られるように周りの人たちが模索してくれてはいたが、大会前に絶対に出られないと分かってはいた。目標を失った時はかなり落ち込んだ、と涙ながらに本音を吐ろ無念さをにじませた。